待たせいたしました。かき揚げそばです。はい、同じようにそばを一玉取ります。はい。で、湯を切ります。はい。で、だしを入れます。かき揚げを乗せます。はい。で最後にネギをトッピングして完成です。お待たせいたしました。かき揚げそばです。これ1枚あたりのグラム数がちゃんと決まってるんですね。決まってます。何グラムくらいですか？120です。なるほど。1枚1枚こうやって1個ずつ全部作られてる。一日何枚ぐらいかき揚げあげられるんですか？朝からトータルで見たら多い日で100は普通に超えるぐらい。100枚もかき揚げあげようと思ったら大変ですね。そうですね。これで20ちょっと作れるんですよ。あ、こんだけたっぷりあっても20枚ちょっと。じゃあ100枚って言ったらあのでっかいボールに5杯分ぐらい。そうです。全部ここでカットするんですけど。すごい。三つ葉と椎茸と、はいはい、ちくわですね。あ、なるほど。玉ねぎは玉ねぎで作るんで。なるほど。で、紅生姜とエビも入れるんですよ。あ、なるほど。わかりました。ありがとうございます。大体1個あげるのに結構5分かからないぐらいかかるね。じゃあ100枚って言ったら500分まあ単純に単純に言ったらそうですね、うん、あすごいな。やっぱり立ち食いそばって言ってもこだわってお客さんにちょっとでもいいものっていう。しかし切りなしにお客さん来ますねすごい。今の時間帯でお客さんが少ない時間帯なんですよね。そうですそうです、うん、多い時は向こうの方が全然できるぐらいな。やっぱりかき揚げ天うどんが一番人気ぐらいですよ。そうですね、かき揚げは結構出ますね。そうですね。なるほど。確かに試食させていただいたけどうまい。そうです、ね。うまかった。ありがとうございます。結構玉ねぎもちょっと甘いような感じ。ですよね。うまかったっす。ありがとうございます。こんな感じ。ありがとうございます。で、だしを入れます。かき揚げを乗せます。はい。で最後にネギをトッピングして完成です。お待たせいたしました。かき揚げそばです。